第1回新春恒例キャラクター駅伝大会。皆さん新年明けましておめでとうございます。さあ第1回目にしてもう新春恒例となってしまいました、はい、キャラクター駅伝大会でキャラクター駅伝、はい、しかし去年の最後の放送の男気対決で、はい、私負けてしまったので、はい、ほらかねてから言ってた雲南じゃちょっと、ね、そうですね、不満だということで、はい、南雲世界征服宣言と、はい、今日はこれでお送りするわけです。ええ、そうです。もうこれで満足なわけなんですね。満足ですよこれでもう十分です。じゃあよかったと、はい、このキャラクター、はい、駅伝大会、はい、蓋を開けてみればごくごく身内企画でございますそれぞれキャラクターで走るということなんですけども、はい、私はもちろんこのように駅伝ハッパー駅伝タで、ハッパー駅伝タでございます。あ、駅伝タ、はい、あ、南村さんのキャラクターは。僕はこの番組はキャラクターがないんで、はい、キャラクターといえばこれしか残ってないんで、はい、判決男でいきます。これで名前だ、走るわけです。最初はグーじゃんけんチョキ。ここあたり大泉学ぶはいなくて、なかなかチョキ。第一走者とアンカーは我々でございます、はい、それで、その真ん中を走る、どっちにつくかここで決めるわけですね。そうです、はい、第二走者は浴衣小西と僕はもう田村、どうぞ。これは昨年の驚いたきつながりです、はい、つながりで、そうです。ちょっと見てもらいましょうか。そうです、小西と田村田村はだからすぐに、僕はもう状態になってしまうんですね、僕はもうダメです状態、限界が近いですから、ね、さあどっちを取りましょうか。あ、どっちでもいいですけどねこんなものはと、じゃあじゃんけんして勝った方が好きな方を選ぶんでいいじゃないですか。ですね、じゃんけんぽい。僕はもう田村、どっちの。あ、裏切った。裏切った、よし。続いては第三走者、制服大神みたいにカニ池好きの大会。だカニ池好き知らない人もいいかと思いますが、見てみましょう。どうぞ。続いては何が出てくるんでしょうか。目の前に、そう、おもちゃが。全然大丈夫です。先生たちが入って。先生、今日もまた。先生、今日は光栄ながら走んなきゃいけないですか。本当はですね、この大神はですね、補欠だったわけなんです。そうなんです。本当はですね、篠木プロデューサーがですね、ゆうゆうと一緒にですね。篠木プロデューサー、なんでですか、ゆうゆうと一緒に。どうしてですか。なんでですか。札幌一番の。似てるから。ちょっと比較してもらいましょう。どうぞ。じゃんけんぽん。くしょー、やっぱりそうだと思ってたよ。第4走者、なんとタラのプロデューサーとこの世界征服のプロデューサーが龍子愛打つ日テレの若手たちですね。そうです、はい、ご紹介しましょう。本当なんだって梅ちゃんとやらせじゃないよ、演出じゃない。こちらシャララの方で昔、南原が真似してやってたんですよね。本当なんだって、本当にその VTR、見てみましょう。そう、どうぞ。ふみちゃんやったことあるの。あるよ。嘘つけよお前。昔はこれで食ってたんだから。嘘つけよお前。本当だよ。さあ、それに対抗するはやらせじゃないよ、演出ツッチ。これはやらせじゃなくドキュメントで走るわけですか。もちろん。なるほど、もちろんです。ツッチできんの、走れんの。高校の時陸上部だもん。本当かよ。この二人嘘ばっかよ。はい、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。僕はなんちゃら。この後ですね、プロの方が、アジャ山本対谷口選手です。どうぞ。あ、来ました。うちのいとこにですね、AD の山本くんでございます。ねえ、谷口選手。途中給水所がございますんで転がないように。もう靴脱いでるスタンバってる、スタンバってる。じゃんけんぽい。あ、じゃあ一応いとこということで、はい、我々の前に走る、僕ね肛門がすごく冷たくなってきました。なんと、はい、まだまだ電波少年か。電波少年か。バッテンで有名な。バッテンで有名な、はい、バッテン山でほっとけないよ、加瀬でございます。どうぞ。このバッテン山の名場面集、電波少年から VTR 借りてきました。見てみましょう。どうぞ。続いてこちらは、ただ風に似ているだけ、風対象に似ているということで、うちの AD の、ほっとけないよ風。じゃんけんぽい。どっち？お、じゃあ。よし、じゃあバッテン。ちょっとうちキャラクター強いんじゃねえの。さあ、そしてアンカーは我々ということでございます。はい、さあ、それではね、行きましょうか。早速試合の方行ってみましょう。この番組は JT
花王をサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。寒いです。寒いです。肛門が寒いです。そうですか。それでは頑張り、行きましょう。キャラクター駅伝大会開始でございます。それではスターター、ストロベリー青木さんお願いします。よーさあ始まりました。ダウン世界選手権キャラクター駅伝大会。あ、飛ばしてます。判決ナンバラ飛ばしてます。内村、葉っぱ内村はどうしたんでしょうか。シュッシュッ。あ、爽やかですね。あ、葉っぱ帽子を脱ぎました。南原さんの判決がよく見えますね。どちらのスタミナが勝つかという勝負になってまいりました。少しずつ間が狭まってますよ。南原選手歩き始めました。そして後ろから内村選手が追う。さあさあどっちでしょうか。今南原さんがゴール。内村派でした。俺駅伝不得意だったんだよ。新春キャラクター駅伝は南原チームの勝ち。田村ゲロ入っ
もう僕はもう状態最高に僕はもう状態これは特に僕はもう状態谷口さんもやってください谷口さん完全に自分のものしました